ドジャース、ジャイアンツ、23日、日本時間24日、ドジャース・スタジアム・ドジャースがウーマンズ・ナイトを開催し、その行事の一環として選手の登場曲を特別にそれぞれの婦人らが選曲した。試合前に球団が公式 X、旧ツイッターでそれぞれの登場曲メニューを公表。大谷翔平投手、30の登場曲の選曲者欄には、 コ田中とマミコ夫人の名前が、選んだ曲はテレビアニメ「ジョジョの奇妙な冒険」の中で使用されている菅野裕吾さん作曲の「イルベント道路」と記されていた。第1打席、軽快なノリのこの曲とともに大谷が打席に入ると、観客席も盛り上がった。この日のウーマンズナイトには試合前にセンターの広場で女性バンドのライブが開催され、 フィールドでダンスが披露されるなどさまざまな思考が凝らされた。